警視庁は歩行者用の押しボタン式信号機について、新しい形のタッチで変わる信号機への切り替えを始め、品川区で交換作業が行われました。新しい信号機は品川区大井7丁目の公園に面した道路に取り付けられることになり、作業が行われました。これまでは歩行者がボタンを押して信号を切り替えていましたが、 新しい形の信号機は歩行者がタッチして切り替えるタイプです。日本語のほか3カ国語で表示され、増加を続ける外国人にわかりやすいとして、警視庁は今後、切り替え作業を進めていく考えです。新しくなってどう思いましたかん楽。楽チェー横幅が広くなっなんか惜し 今後、都内のおよそ1万3000箇所の押しボタン式信号機が新型に切り替わる予定です。